インスタグラムの方で気になる部位はありませんかって質問したところ、圧倒的にお腹周りが多かったです。今回私が2ヶ月でお腹を絞った際に行っていた5秒腹筋ダイエットを紹介していきます。一緒に5秒数えた方が楽に進んでいきますので頑張ってみましょう。お腹が引っ込めば反り腰が治って、足も細くなり、上半身下半身のバランスが取れてくるんで、猫背も解消されて背中も腰も脂肪が減りやすくなります。体を変えたいよって方は、まず今回のメニューでお腹周りを変えていきましょう。まずは寝た状態で膝をしっかり抱えて腰伸ばしていきましょう。全部5秒いきましょう。1、2、3、4、5。このまま体を起こして1、2、3、4、5。片足伸ばしてひねりましょう。1、2、3、4、5。反対も同じです。1、2、3、4、5。足を交互に動かします。1、2、3、4、5。肘をつきましょう。今度はこの状態で交互にいきましょう。1、2、3、4、5。今度は両足、1、2、3、4、5。このままひねります。1、2、3、4、5。交互に足を動かしましょう。1、2、3、4、5。寝たまま足を伸ばして5秒キープ。1、2、3、4、5。交互に足を動かします。1、2、3、4、5。足横振りましょう。1、2、3。このまま膝を曲げて伸ばします。5回。1、2、3、4、5。足を上下に5回。1、2、3、4、5。足を振りながら体を起こしましょう。5回。1、2、3。
し、5、今度は膝をパカッと開きます。このまま手を伸ばして起きる。5回、1、2、3、4、5、今度は左右に起きる。5回、1、2、3、4、5、足開いたままで足を動かします。ゆっくり。5回、1、2、3、4、5、足開いたまま体を起こして5秒キープ。1、2、3、4、5、あと4回、1、2、3、4、5、3回、1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5、寝たまま足を横に振りましょう。5回、1、2、3、4、5、足を伸ばして持ち上げて体を起こして足を振る。5秒、1、2、3、4、5、あと4回、1、2、3、4、5、あと3回、1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5、お尻を上げて下ろすときに体を起こす。5回、1、2、3、4、5、お尻を上げたまま体を起こす。5秒キープ。1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5、膝曲げて体を起こして手を振る。5秒、1、2、3、4、5、あと4回、1、2、3、4、5、3回、1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、
5、ラスト1、2、3、4、5、うわー、いったー、かー、効いたー。